こんにちは。今回の嬉しのホットステーションは新規採用職員の佐久間がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。こんにちは。市民課からのお知らせです。マイナンバーカードをお持ちの方限定でもらえる最大2万円相当のポイント、マイナポイントは皆さんももらわれましたか？マイナポイントをもらうためには、今年9月末までにマイナンバーカード作成の申請が必要です。普段学校や仕事で市役所に行けない方もいらっしゃると思います。たくさんの方に申請していただきたいので、今回クマ地域コミュニティと等々力大野原地域コミュニティでマイナンバーの出張窓口を開設することになりました。日時は9月16日金曜日16時から20時までです。マイナンバーカードの申請もしくはマイナンバーカードをご提示いただいた市民の方には大人も子どもも嬉しいプレゼントをご準備しています。マイナンバーカードの申請だけでなく、マイナポイントなどの質問だけでも結構です。地域外の方もお気軽にお立ち寄りください。以上、市民課からのお知らせでした。皆様は嬉しカードってご存知ですか？実はこのカード、嬉野市内でお買い物するときに加盟店で提示するとポイントが貯まるお得なカードなんです。この嬉しカードを知らない方がまだまだたくさんいらっしゃいますので、これから3回にわたって嬉しカードのことをお伝えしてまいります。今日は第1回目、嬉しカードって何？です。それではどうぞ。いらっしゃいませ。お願いします。はい、ありがとうございます。お客様お会計が2500円になります。はい。嬉しカードをお持ちですか？嬉しカードって何ですか？なあ、健太君知らんと。嬉しカードでご飯カードよ。まあ、ちょっとご飯キャラクターと、はい、ここに QR コードについたご飯カード知らん？いや、知らんですね。こういうね、実は去年ね、市役所の方からこれに5000ポイントを付与しますっていう嬉しカードキャンペーンをやりとったよ。ああ、なんか聞いたことあるけど、ようわからん時に申請せんやったですもんね。もったいなか。もうね、ちょっと実はね、この申請期限過ぎとったよ。ただね、うち5人家族がおって、まあはいはい、もらえる人がおってね、で、まあ5人やけん5000ポイントの5人で2万5000ポイント、はいはい、うちをもらったんだけど、まあその時はね、まあちょっとね、買い物ちょっと贅沢したりとか、ご飯食べたりとか、ね、まあよ結構使わせてもらったもんね、はいはいはい、ただね、うちのね、ばあちゃんがね、まだ5000ポイント持っとってたんだね。そっか、残念。そのカードはどうやって使うとですか？あのね、嬉しカードのね、加盟店でね、買い物したらね、買い物した分のポイントがね、ちゃんともらえるとよ。で、ポイントは110円で1ポイントやけん、まあそれに、まあお買い物に応じてポイントが作っちゃうね。で、1ポイントは1円でまたお買い物ができるようになるという。ってことは、今日買った分が2500円やっけん、カードば出すぎ22ポイントつくってことですかね？そうそう。それでその22ポイントは22円分の買い物に使えるってことですかね？まあ、おいはね、買い物したら必ずこのカード見せてね、ポイント貯めることしよっけんね。知らんやった。今まで買い物した分のもったいなかことですね。今から始めるよかったい。どうすぎよかったですか？まずはね、嬉しカード発行しよう。 でカードはね、嬉しの交流センターでも作れるし、嬉しカードの加盟店でもね、作ることができる。入会金とか年会費とかなんかお金かかってますですか？いや、もうね、年会費はねかからんしね、
カードもちろん無料で作れるしね、めちゃめちゃ良かよ、うん、でそのポイントに有効期限とかってあったりするんですか？いや、有効期限っていうかね、まあ、あのカードが全く使えないと2年間でポイント失効するけど、基本的にはもう有効期限なかったね、うん、でも端数とかでも払えるしね、なんか便利よ、うん、へえ、すごい便利ですね、うん、早速俺もカード作ります。はい、承知いたしました。それではこちらにご記入をお願いします。はい、うれしカードは嬉野温泉商店サービス会が運営しています。現在加盟店は70店以上あり、嬉野市内全域で使える便利なカードとなっています。加盟店一同皆様のご利用をお待ちしております。最近暑いね。ぬっかね。ぬっか暑いってこと？そがんさ。いや、アイス食べたいな。そうね、この前おいがアイス買ってきたやん。あ、そうでしたね、ありがとう。いえいえ、そういぎ今度はどもさんが買ってきて。ぬっかね。アイス食いたかったな。ごめん、次ね。そうね、次ね。どもさん、今日の方言はぬっかよ。暑いって意味でしょ。そうね。逆に寒い時はなんて言うと思う？寒かでしょ。そうね、でももう一つあるよ。冷やかっても言う。お、冷やかね、勉強になりました。ぬっかは英語で hot よね。そうね、あと warm も使うかな。なんか意味が違うと？ hot は普通に暑いで、 warm は暖かいの意味だよ。冷やかは？ cold と cool ですね。 hot と warm みたいに cold は寒いで、 cool はスースースーって感じね。じゃあもしお店で働きおる人がエアコンの効きすぎて寒くないですかと聞きたいときは何て言えばよか？Is the air conditioner up too high? そしたらなんて返ってくるかな？寒くないなら No, it's just right って感じで、で寒かったら Yes, would you please turn on the air conditioner? になりますね。へえ、ありがとう、勉強になりました。あ、いえいえ、こちらこそ。じゃあどもさん、ぬっか券アイスば買ってきて。でもぬっか券アイス途中で溶けるかも。一緒に行くか。そうね。皆さんもぬっか時は気をつけてお過ごしください。それに9月の休日在宅当番医はご覧の通りです。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。